はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。では前回の続きからやっていきたいと思います。では今回は、東大の方にちょっと行ってみて、トルネコがいてるということなので、でちょっとエンカウント率高いんでちょっと清水を買い込みます。一旦袋に入れます。ちょっといくつか、ね、出しといて、メタルスライムとかね出てくると思うんで、では早速聖水を振りまいて向かいます。いや、 やっぱり聖水撒いてもエンカウントはしますね。はい、到着しました。おっと、これは月鏡の塔と同じやつかな。え、どこに炎があるんだ。ほら鏡あるじゃないですか。これはトルネコ用って感じですね。行き止まり。地獄の鎧。いや強いぞこいつ結構。あれ、しびれた。ちょっと地獄呪文使うなにしてたんで、これでいこう。一回退却しますね。はい、もう一回戻ってきました。生き返らせてきました。じゃあちょっとまた続きをちょっとやっていきたいと思います。仕掛けは同じっぽいですね、うん、やっぱり右から行ってって感じですね。よし、
ちょっと清水巻きながらいきます。結構早い、なんか早く切れるような気がする。トヘロ使いましょうか。出るんかい。初めてインカウントしましたね。ここの仕掛けは一緒っぽいですね。ここにあるか。ここも一緒ですね。あのレバーを触る必要なかったですね。 OK。
これで仕掛けが全部解けたんで、あとはこの聖なる種火を使うだけ。おっと、あ、そっか、ボスいましたね。そういえば、よし、まあ炎ではないわな。いった、うぜえ。弱っ。あんな弱かったっけ。調べるだけでいいんや。オッケー。なんかよくわからん。とりあえずオッケーです。これで。ここ戻ってきて。とりあえずさっき宿屋行きます。聖水がね、なかなかやっぱり勝ってよかった。メタルスライム出てきたんですけど、メタルスライム普通にダメージ通ったんで、ちょっと多めに買っておきます。出発。
ここはあのシックスの神の船が出航するときと全く同じシーンですね。はい、間違えた。トルネコさんの強さは弱ちょっと装備をねいくつか渡しておきます。ホフマンの方が強いんで、とりあえずこのままでいきましょうか。で、ハイペースで上がりますね。おっと、これはクリアベール。キングレオ、ああ、そうですね。おっと、クリフト・ブライがいますね。よし、先こっち行きましょうか。消えた。さあ、じいさんは9、教育が係。装備がむちゃくちゃ貧弱なんですけどね。ああ、この人ですね、ヒルタン老人。いいえ、はい、
ちょっと装備もね、ちょっと整えていかないと。オッケー。ああ、これが欲しい。まあ、とりあえずちょっと一旦置いといて。ジョン君ってそのままやん。シックスの人やん。あー、やっぱ入られへんなこれ。とりあえずこの今持ってる鋼の剣を打ってハジェの剣を変えます。これ売れるのかな。無理か。これいってブーメランはもうどうしようかな。トルネコに装備させましょうか。まあ、とりあえずこれでいきましょう。これでいいや。ではこのまま、東へ行きたいと思います。あ、マップはちゃんと4のマップになってますもんね。思ったところと全然違うところに来ましたね。え、これベストドレッサーコンテストじゃないの？ほら、やっぱり。え、これ出ていくか？どうしよう。
ミネアいけそうな気がせんこともないけど、まあ、ちょっと一回やってみましょうか。テリーやんけこれ。お、スライムピアス。いや、めっちゃ上がるやん。これは絶対スライムピアス装備させなあかんっすね。これはありがたい。よし。はい。景品何もらえるか分かんないですからね。130で優勝できるのかどうかですね。無理やん。無理だな。シルバートレイヤー、しかも お盆ですけどね。いやーマジか、ちょっとハイレベルやな。130やったのに198って無理や。
多分これルーラー登録できないですよね、ここ。なあ、やっぱ無理やな。まあ、ここが、ベストドレッサーコンテストっていうことで覚えておきましょう。なんでこんな悲しい曲なの？すっげえ、なんだこれ。え、ブギアなんかあったっけな。まあまあまあいいです。じゃあこれ防具や。安っ。王様が働いてるのに大臣は働いてないってすごいよな。教会か。いや、まあ突っ込まないようにしときます。はい、では今回はここで、終わりたいと思います。次回は南のパデキアの洞窟、こちらに、行きたいと思います。はい、それでは、ここまで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画ご視聴いただければと思います。それでは。